やっぱ意識参照みたいな感じになりたいなっていうのは、日々それを狙うために準備して努力して、その積み重ねがあるからゴールは入るんだよって言われて、そうスーパーポンコツだったね。ダファミリアの、ディレクターをしております、一色健太と申します。イブバイナファミリアの店長をしております、前島拓正と申します。今は、サロンワークを、メインに、行ってて、撮影が好きでこうよく撮影をして、それをフォトコン出したりとか、まあ、ちょこちょこセミナーの仕事をさせてもらったりとか、外部の撮影の仕事をさせてもらったりとかっていう形になります。僕も主に、サロンワークを主でやってまして、あとはまあスタッフたちのマネジメントしたりとか、オンラインでの撮影衣装のリース事業を立ち上げたので、それと並行してやってる感じですね。今業界的に一色さんをこうすごい注目されてて推してる感じになってると思うんですけど、僕が結構声を大にして言いたいのは、スタッフが一番一色さんを推してるんですね、多分めちゃくちゃ。前々からみんなもううまいうまいって言ってて、なんでこの人にもっとスポットライトが当たらないんだろうみたいなっていう時期が多分あったんですけど、一色さんの中でこう曲げずに撮影をこうやり続けてるし、その撮影自体もやっぱかなりたくさんやってますし、スタッフが営業後に一番カットお願いするし、一番カラーお願いされる人なんですよ。働いてると辞めちゃうスタッフもいると思うんですけど、みんな一色さんのところに予約入れるんですよねっていうぐらいで、こういうので多分インスタで皆さんと知らないことだと思うんですけど、僕はこういう一色さんの知られざる美容師としてのみんなから信頼されてるっていうのを声を大にして言いたいっていうのが一番ありますね。これは、はい、ありがとうございます。本当にそのワードローブをやるっていうのもそうだし、こうもう行動力がすごいんですよ。行動力がすごくて、人を巻き込む力が強くて、最初にこうタケがインスタを頑張り始めて、で、あ、そういうのあるんだみたいな、最初の方は。でタケがこうどん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 こうお客さんをたくさん来ていてもらって、でミルクティーでわーってなってっていうのをこう間近で見て、あ、じゃあちょっと教えてよって言って教えてもらって、なんかこういう風時間で投稿したりとか、こうこうこうした方がいいとか、なんか本文はこうした方がいいとかっていうのもこう教えてもらったりとか。印象違います。あ、僕は全然違います。僕は全然違います。あ、そうなんですね。え、だって言わ、確かに、そうかもしれない。スーパーポンコツだったね。もうね、すごもうすもう絵に描いたようななんかミスするし、絵に描いたようなやらかしをするタイプだったんですよ。そうですね。だけど泥臭く一個一個頑張って。できるようになってみたいな、そこの メンタリティがもう強すぎて、で今の多分タケがいるかなと思うんですけど、当初はもうなこんなバカな子いるんだみたいな感覚ぐらいの感じでした。僕は知ってる、昔を知ってるんで、よりなんかやっぱこうなんか人ってこんなにこう思いがあって努力すればこう変わっていくんだみたいなのは間近で感じてはいました。美容師としてはもうずっと変わらず美容大好き、誰よりも一番美容に熱いマンですね、完全に。これはもう社内ぶっちぎりだと思います。もうやっぱりこうなんか撮影なんとなく朝来てモデルさんが来て、じゃあこういう感じで巻いて撮ってとかじゃなくって、もともとモデルさんが決まってて、それに対してじゃあこのモデルさんはどういう雰囲気で、どういうお顔立ちで、フェミニンなのか、モードなのか、ハーフで甘めのハーフの方なのか、どっちかって薄くてなんかさらっとしたちょっとモードな雰囲気が似合う、ハーフの方なのか、もろもろいっぱいいろいろあると思うんですね。華奢な方なのか、背が高い方なのか、低い方なのか、背が高かったら引きでちょっと撮りたいなとか、背が低かったら引きよりは寄りの方がいいなとか、なんかその辺の構図とかで、それに対してファッション、メイク、ヘアみたいなのをこうどんだけこう考えて考えて考えて当日臨めるかっていうのが、まあ、やっぱり大事、まあ、一番大事かな。そこを間違ってもいいと思うんですよね。最初は絶対間違って、多分俺も間違ってるし、
間違ってることたくさんあるし、最初は間違ってもいいからとりあえず考えるみたいな。日本人で甘めの子になんか外国の人しか似合わないようなメイクをやって、うわ外したなみたいな。でもそれってこう当日なんとなくそのままその雰囲気だけでやるじゃなくて、準備して外したんだったらそこで一個学びがあるから、モデルさんの振りとかも4、5パターンぐらい決めておいて、全部モデルさんにやってもらうみたいな、その振りまでしっかり考えて準備して臨むみたいなのが一番大事かなとは思いますね。代表から狙えってめっちゃ言われたんですよね。僕サッカーしてたんですけど、代表もサッカーしてて、いやお前なみたいな、その撮影で僕は代表から全然 OK もらえなかった時は長かったんで、サッカー選手が適当に蹴って入ったフリーキックとちゃんとコースを狙って入ったフリーキック、どっちに価値があるんだみたいな言われて、絶対に狙わないとダメだよみたいな。狙えることも大事だし、その日々それを狙うために準備して努力して、その積み重ねがあるからゴールは入るんだよって言われて、あこの人やべえなと思って、めっちゃいい感じですよあとは一個大事にしてるのは当日の遊びですね。その決めまくって挑むんですけど、モデルさんの雰囲気がめっちゃおもろかったら、めっちゃ笑う子だったら逆に笑顔の写真撮ってみたいとかっていう、で当日の遊びの部分っていう感じですかね。狙いと遊びっていう。あ、1個ですか。 あんなに撮るんですか写真スタッフ。あ、はい、お客さんでもまあ100以上は撮るかな。100枚以上はもうその日の夜がもう本当に死にそうになってるけど、すごいです、ね、全部こうやって選んで、そう一番いいやつをみたいな感じだけど、あれはまだ今日正面から撮るみたいな雰囲気だったからいいけど、なんかこのこう髪振るやつとかをやろうと思うと、あのテンションで連写めっちゃもっと連写するから、なるほど、300枚とかいった時ある300枚撮ったら1枚はある、あのグランプリ取ったやつみたいなバランスのやつがもうあるみたいな。なるほど、絶対あるでしょみたいな。なるほど、見逃さないってことですよね。粘るみたいな感じ。一色さんっぽくていいですね、うん、こういうしつこさがいいですよね。一色さんの僕好きなんですよね。ブリーチも抜けるまで抜くじゃないですか。あ、そう、ね、可愛くなるまで切るじゃないですか。可愛いの取れるまで取るっていう、このしつこさが一色さんっぽくていいですね。めちゃくちゃしつこい性格かもしれないですね褒めてます、これはめちゃめちゃ褒めてます。でまた別に、フロントショットとか一色さんよく撮ってるんで、フロントからやっぱ可愛くうまく撮れる美容師になりたいなと思った時に、違う美容師さんなんですけど、あのダコタの豊田さんに一緒にご飯行った時に、やっぱフロントちゃうかって言われて、でハサミ入れたくないのって言われて、あ俺ハサミ入れてなかったわっていう。やっぱカラーで売れてる方ってめちゃくちゃうまい方いっぱいいるんですけど、その中でいかにハサミを入れさせてもらえるかが美容師としての僕の中での価値なんじゃないかなってすごい思ったので、最近は新規で来た方 もう前髪1ミリだけでも切らしてくれっていう、毛先だけでも切らしてくれっていう、とにかくカットとして何か爪痕をその人の頭に残したいっていう思いが強くなってからは、ロングのレングスの方が多かったんですけど、最近ボブとかボブに飽きた顔周り切ったりとか、前髪作ったりとかっていうデザインを作ることが増えたので、それを売りにしたいなとは思ってて、その変化に気づいてくれてるっていう感じですね、はい。カラー美容師ってなんか思われがちなんですけど、別にカラーは手段であって、ヘアデザインとしておしゃれなものを作って、そのお客様の雰囲気とかファッションとかメイク感とか普段の生活の今のテンションとか、そういうのにこうピタッてこう当てはめていくときに、まあ、いったカラーを手段として使うことが多くて、そういう感じになってたんですけど、やっぱりこうヘアデザインって僕もカットだと思っていて、まあ、僕は結構ショートのお客さんだったりとかウルフっぽい人が多いんですけど、それはやっぱりこうなんだろう、切り込んで顔周りとかをやっぱその人にがっちり似合わせていくみたいな、それに色が乗るっていう感覚で、やっぱり根底カットがやっぱりあるので、そこのなんか形と色とをそのお客様の雰囲気にガチって合わせていくみたいなのが自分の売りかなとは思ってるので、石木さんは絶対お客さんを安心させたいですよ。そう、この正解がないものに対して欲求が出るように